はい、どうもマリシカチャンネルようこそ。日テレの朝の情報番組スッキリを見てくださった皆様、ありがとうございました。そして今日は初めましての方々に向けて軽く自己紹介させてください。私、柴山マリナことマリシカはもう9年半近くロシア・モスクワに住んでいてバレエをしています。バレエとロシアをこよなく愛し、皆様に少しでも面白おかしくバレエとロシアについて分かってもらえるよう YouTube をしています。現在モスクワ国立大学マスター2年生でモスクワのバレエカンパニーで踊らせてもらっています。その他マリシカについては以前募集した質問コーナーの動画を今作成中でして、大学のテストが終わったら投稿していきたいと思っています。そしてもしコメント欄に動画のリクエストなどをいただけましたらお答えして動画を作っていますので、今までの動画を見て、もし他にもリクエストなどありましたらお願いします。家でもできるバレエレッスンシリーズやバレエのノウハウ動画、お笑い系ではバレエあるあるやロシアあるある、そしてロシアの豆知識動画など出していて、見やすいように再生リストも作っているので、ぜひご覧ください。ではこれからも私の専門であるバレエとロシアについて動画を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。